エリーザベト・シャルロッテ・フォン・デア・プファルツは、ドイツのプファルツ・ジンメルン家の公女で、ブランデンブルク選帝公、ゲオルク・ビルヘルムの妻、大選帝公、フリードリヒ・ビルヘルムの母親である、プファルツ選帝公、フリードリヒ4世とその妻で、オラニエ公ウィレム1世の娘である、ルイゼ・ユリアナの間の、第4子、三女として生まれた。1616 16年7月24日に、 ハイデルベルクにおいて、ブランデンブルク選定校家の四次講師、ゲオルク・ビルヘルムと結婚した。この縁組は、ドイツのプロテスタント有力書校家門である、ブランデンブルクとプファルツの両選定校家の、同盟関係を強めるための政略結婚であった。1618年、プロテスタント同盟の名手だった兄の、プファルツ選定校、フリードリヒ・ゴセイが、 皇帝に反旗を翻したボヘミア盗族の反乱によって、ボヘミアの対立王に衰退された結果、30年戦争が勃発した。ゲオルク・ビルヘルムは、気概悪一死白弱で、エリーザベとシャルロッテに押し切られ、白山の戦いに敗れて、ボヘミアを追われた、フリードリヒゴセヨ、ブランデンブルク領内の都市、キュストリンにかくまった。 このためブランデンブルク選定効果はオーストリア、皇帝家との対立をさらに深めることになり、ますます立場を危うくした。ブランデンブルクプロイセンの領内は30年、戦争中、大きく動揺した。親王派で、カトリック信徒の最小アダム・フォン・シュワル・ゼンベルク伯爵が実権を握り、最小に反発する野党のプロテスタント宮廷派が対抗した。 公認の最小王フォン・シュベリーン男爵は1637年にエリーザベト・シャルロッテの宮廷に召し抱えられてから出世した人物であった。エリーザベト・シャルロッテは大先帝公を産み育てた母として評価されることが多い。長男フリードリヒ・ビルヘルムの教育をよく監督し、自重のヨハン・フリードリヒ・フォン・カルクムに不育係を命じた。そして息子に プロテスタント信徒としての自覚を叩き込んだ。大戦抵抗は当時としては異例なほどに母を深く、慕っていたという。夫と死別後、クロスセンアンデアオーダーで家父としての余生を送った。ありがとうございます。